ろの方、声が小さいですね。もう一回言いますよ。皆さん、こんばんは。元気なご挨拶ありがとうございます。私、アリスことアリス川萌えと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、マジックと聞いてきて、こういう着物を着ていて、少し不思議に思われた方もいらっしゃるかもしれません。実は日本には江戸時代から続いているマジックがございます。それを私たちの世界では手スマと呼んでいます。手は手の手ですね。妻は奥さんの妻、稲妻の妻というんですけども、手は稲妻のように早く動くということから手スマと呼ばれております。今ではこの手スマ演じる人がとても少なくなったので、皆様も初めて見る方もいらっしゃるかもしれません。これから日本が結構オリンピックとかもありますので、目にする機会も増えていけばいいかなと思って、このようにワクマジック手島を手綱を演じていきたいと思っております。さて、今日はこちらにカラフルなポンポンを持ってまいりました。昔はこのポンポン、ここの部分が竹でできてたそうです。青いポンポン、黄色いポンポン、赤いポンポン、白いポンポン。青いポンポンと白いポンポンは長い紐でつながっています。それから赤いポンポンと白いポンポンは短い紐でつながっています。でも不思議なことに、白いポンポンを引っ張ると青いポンポンが上がってきます。赤いポンポンと白いポンポンはつながっているのに、白いポンポンと赤いポンポンはつながっています。でもやっぱり不思議なことに、青いポンポンを引っ張ると白いポンポンが上がってきます。こうなると中に紐がつながってるんじゃないかななんて思ったりしますよね。でも開けてみても何もないです。でもやっぱり青いポンポンと黄色いポンポンはつながっていて、白いポンポンと赤いポンポンはつながっています。でも不思議なことに、赤いポンポンと黄色いポンポンはつながっているのに、青いポンポン、白いポンポン、でもやっぱり開けてみても何もないです。なんだかよくわからないですね。というわけで次のマジック行ってみましょう。さて、次は日本セイロというマジックでございます。音楽に合わせて参りたいと思います。次の音楽お願いいたします。